最後のはピアノだよ。夏目真面目なの。あ、ちょいよちょっと。続けます。続けます。続けます。女性でこんなおる。ちょっとボタンを。なんで女性でこんなおる。女性でなんで答えるの。俺じゃない。俺は悪くない。俺は悪くない。ロロロロロ。俺は悪くない。どういうこと。どこが発見。どんなノリ。どんなノリよ。貨物の中の金庫の前で死んでる。前リンチになったわ。なんかリンチ死んでる。リンチになった。死んで竹をピカクロスできない。まあできなそう。できないと思う。アドミンあります。うぃーやば。それはやばい。もう直近です。アーカイブ1。うぃいや、そう割れてんだよ、ちょっと。もう、何やねん、今。今の何やズズさん、今。え、もう一回言ってください、ドケモン。折れちゃう、折れちゃう。アーカイブ1です。おーい割れてんだよ、一番嫌な割れ方してるな。割れてる、割れてる。メインが割れ方してる。メインが1。ウィー上がってる、最後。ウィー、オッケー。え、キッチンが3から1になって、展望が2。ウェーイ中野チーナスピョン。ウェーイ。え、キッチンは誰ですか？それで。ちっちゃいついたな今。ちっちゃ。もう一回、もう一回行きましょう。キッチン一は？ウェーイ。誰だ。わかんない。誰だ。から。ちっちゃ。誰だ。地声で。エレキ一。誰も誰で、なんか頼むよ、ナツピョン。宿舎前から昇降機左に行こうとした時に姿は見えなかったんですけど、青木くんのキーボードの音がして。あれ、このままでキーボード使える人誰でしたっけ。はい、僕使いますよ。ああ、よくショート動画とかで見たもん。そのキーボード、青軸のキーボード。青軸でしょ。あ、こっちじゃない。音楽じゃない。 BCD の黄色いネイルすぎる。はいはいはい。一旦でもズズは俺が切ってます。あ、OK です OK。 ナイスですね。でもズズさん切れるの一体だから、やっぱ。まあ確かに、まあね、ピーチだからな。ナツピョンさんかな。あの C1 ではありますね。そうなるとキーボードちょっと押してみてほしい。どうかな。キーボード確かにね。うん、はい、いや、ピアノ押したらいいんだよ今の。ピアノ押せばいいんだよ今のは。今のはピアノを押すんだよ。ナッツピョン。真面目にキーボードでピアノを押すんだよ今のは。今のはピアノだよナッツピョン。ナッツピョン、今最後のはピアノだよ。ナッツピョン真面目なの。タちゃんも来た。ちょっとなんか中ナッツちゃんも来た。あ、だから、ね、やめてくれよ、ちょっと気まずいじゃん。おい、気まずい空気出すなよ、お前ら。おい、なんでコミサボ出るんだよ。おい、ちょっと待って、うるさい。おかしい。え、だって、おっさん来た瞬間入るぞ、コミサボ。おい、おじさん、マジ。やったぞ、シェリフ。おい、やったピーカー、おい。やったピーカー、シェリフ。見といて、やっちゃうよ、ちょっと。うっしゃい。まあ、わかんないから、占い師かもしんないからね。占い師かもしんないから。まだ諦めていない。まだまだ諦めていないよ。今日中に焼肉オープンさせるつもりだから、今この試合は無理だけど、いつか来てよ。わかりました。え、何？焼肉？キッチンでやるから。焼肉屋。ちょっとこの試合は無理だけど、焼肉屋開くよ。はいはいはい。じゃあ、毎回キッチンには一回来ますね。オープン待ってます。
あ、なんか僕一個めちゃくちゃちょっとすごいことを思いついて、何、はい、なんか絶対にあのクルーメイトがあのインポスターにキルされない方法を一個思いついて。ほら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 、革命じゃんそれな。すごいじゃん。そう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 。でちょっとそれをあのやりたいなと思って、これよかったらなんか定石にしてほしくって。泥棒が2人ダンスパーティーで踊りました。さて何のダンスを踊ったでしょう。答えが知りたかったら次の会議で。だからインポスターキルしないぐらいだ。めちゃくちゃ気になるわ。おい、気になるな。おい、めちゃくちゃ気になるわ。これは気になるな。泥棒が2人ダンスパーティーで。ね、起きましたよ。ね、キル起きましたよ。おっさん死んだけど一旦答え聞くかじゃあ。おい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 。はい、すいません、はい、教えてください。はい、おいおい。泥棒は悪い奴らが2人でダンスパーティーで踊りを踊っている。答えは、ワルが2人でワルツ。あ、まずい、この投票は。ちょっと違うな、相当。そうそうそう。なんだ、え、こんなんだ、え、なんだ、この、え、どうした。あ、大丈夫、これ絶対死なないクルーメイトって言ってたけど。次の問題出さないと死ぬよ、また。絶対釣られちゃうクルーメイト。早く次の問題出さないと死ぬぞ。人の顔に立っている建物ってなんだ。ビール。あ、一回シブレさんつって。一番悪いやん。全然うまくいかなかった。全然うまくいかなかった。全然うまくいかなかった。おい、何やってんだよ。来た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 。あれ、なんか今日はあれですか、オープンですか、もしかして。どういうことですか、オープンというのは。オープンしますか、やっちゃいますか。お、僕まだオープンできない。あー、ちょっとそうっすね、僕もちょっと準備中。あー、そっか。はい、ごめん、今日じゃなかったか。今日じゃなかったです。ちょっと近日中オープンですね。また明日来てください。あ、でもネロちゃん、俺も 200% にしてるわ。あ、してる。 僕焼肉屋やってたら、なんか突然、あ、はい、死体が、はい、はい、あ、回転したんだ。オープンしてるんだ。オープンしたんだ、はい、今日からオープンしました。あ、なるほど。明日行くわ。牛宮城だ。なんで今日行ったら牛宮城とか言うなよ。水に、あの、さこちゃんの焼肉屋なんですけど。おい、さこちゃんって言うな。おい、さこちゃんや。さこちゃんや。はたさこちゃんのね。はたさこちゃんや。これ、なんと水の上に肉が浮いてるんです。おやおいおい、変わり前のやつだから、それ。おいおいおい、それ消したいやな、結構。いやー、もうなとは思ってるんですけど。あ、あ、よかった、のちさん。ひねさん、のちさん、ごめん、ちょっと聞きたいことがあって。どうした、うん、大丈夫、これは断末魔とかではない。あ、うん、言わなくていいよ。うん、うん、はいはい、うん、闇営業って何ですか。なんかそこからちょっとついていけてなかった。何、ズズさんが闇営業してないっていうのは、闇営業ってな、どういう意味。営業が闇ってどういうこと。闇。あ、びっくりした、同じ人がいた。畑迫さん、自己紹介やってください。今ですか。はい、あれの佐古の。ああ、僕のご知らない人もいると思いますので自己紹介させていただきます。はい、風吹いてパッタパッタ。そっちかい。なんやかんやでサッコサッコ、俺の名前はパッタサッココー。これです。これが闇。これです。はい、これです。え、シエラさん、おしたいないんだ。シエラさん、なんか闇営業を教えてあげてくださいよ。おーい、闇営業っていうの。わかりました。うん、僕のこと知らない人たくさんいると思うので、うん、自己紹介させていただきます。はい、ね、なんだっけ、風吹いてハタハタ、なんやかんやでサコサコ、俺の名前はツーツーツー。どっから突っ込め、どっから突っ込めばいい。どれどれ
ます。お、あ、あっと水に肉浮かべときますって。あっと、あ、あ、あ、水に肉が。あ、浮いてる。あ、ちょっと待って。浮いてる。ちょっと待って。浮いてる。浮いてる。肉が浮いてる。めちゃくちゃ死んじゃったよ。動画にできるかこんなの。